ワンツーゴー航空269便着陸失敗事故は2007年9月16日に太陽国のワンツーゴー航空269便がプーケット国際空港への着陸に失敗し大破、炎上した航空事故である。タイの首都であるバンコクのドンムアン国際空港からプーケット国際空港へ向かったタイの格安航空会社であるワンツー 航空の OG269 便が悪天候の中、プーケット国際空港へ着陸しようとしたものの、着陸復興を行った際に滑走路を外れ、空港脇の斜面に激突した。機体が2つに避け炎上した。大保健省から発表された情報によると、死者はタイ人、ドイツ人、インド人、イギリス人など89人で、残りの生存者が プーケット島内の病院へ搬送されていると伝えられた。後に一人が死亡して死者は合計90人となった。この事故の発生を受けて、プーケット国際空港の滑走路が閉鎖されたため、事故以降に発着する予定だった旅客機が欠航した。滑走路再開後、欠航便から振り返った利用客の多くがプーケット国際空港に殺到し大混雑となった。 トランスワールド航空時代の事故機事故機の HS-OMG 号機は1983年に製造され、同年12月に N912TW としてトランスワールド航空に引き渡された。後アメリカン航空に合併された後2006年4月に退役し、2007年3月にワントゥー号航空に売却されている。事故原因はパイロットの操縦ミスであった。 パイロットはアプローチの標準運行手順に従っておらず、パイロット間の協調も悪かった。着陸復興を行った際にスロットルレバーの2がスイッチを押さず、水力計とスロットルレバーの動きをモニターしなかったためそのことに気づかなかった。さらに着陸復興に集中しなければならない状況下で操縦を交代していた。エンジンの水力が増加しなかったため速度と高度を 得られず機体は墜落した。このようになった一員として、パイロットに休息が不足していたことも指摘されている。ありがとうございます。